もうすでにお弁当を召し上がっている方もいっぱいいらっしゃると思いますが、このランチのスポンサーセッションである、モバイルファクトリーの、小馬健さんに、トークの方をお願いしたいと思います。これスポンサーセッションなので、お弁当食べ終わってもセッション中は最後まで聞いていってください。いや、あかんかったらダメで、あかんかったらダメで、でもなるべく聞いていってくださいあ、そうですね、ゴミは外に段ボールが、はい、段ボールがあって、お弁当の箱は多分蓋閉まると思うので、その状態でちょっと段ボールの方に入れていただくようにお願いします。あと、お茶の方に関しては袋があるので、ゴミ袋の方に、入れていっていただくようにお願いします。で、次のセッションも引き続きご覧になる方はそのまま席に荷物を置いてって構わないんですけども、同日予約用の機械が、外で入り口のところで配りますので、一旦出ていただいてそれを受け取ってからまた入っていただくような感じでお願いします。はい、では、トークの方お願いします。はい、空間情報の探索基礎論ということで、モバイルファクトリーランチステーションで発表させていただきます。名前は、小馬健といって、アカウントは kfly8 っていう名前です。で、モバイルファクトリーに勤めていて、パールとか JS とかあと数学とかが好きです。で、ご覧のようにこうスタッフをやらせてもらっていて、2013年からやっていて、今はコアスタッフとして働かせてもらっています。で、どうですか、ご飯美味しいですかねこれ発注したの僕でまあ何かあったら言ってくださいでもこれランチセッション実は、ちょっと投票できるか試してもらうと分かるんですけど、投票できないで、1日2票投票できるんで、ぜひいいとこがあったら投票していってください。一応ランチセッションなんで CM させてください。このランチセッションは、モバイルファクトリーの提供でお送りしています。モバイルファクトリーは、五反田のウェブ系 IT 企業です。最近上場して、で主に、ゲームだったりとかアプリを開発しています。で、自分は普段、位置情報ゲームの開発をしています。こういういい感じの女の子が出てる駅を題材にしたようなゲームですね。で、今日は位置情報ゲームで利用している技術を、基本的な話からしようと思っています。アジェンダ、位置情報でよく扱うような探索の要件をまず話します。で、そこから、どういうふうに解決していくかっていう話をしていきます。格子上での話と、地図上での話ですね。ちょっとこれ普通ランチセッションだから緩めな話だと思ったんですけど、結構99枚あるスライドになって割とちゃんとした話、いや緩いけど普通の技術トークになっちゃいましたすいませんで、よくある要件として現在地から最短距離にある駅はどこかとか、あとは五反田駅周辺3キロ圏内の IT 企業はどことか、そういうのを問い合わせるような要件がよくあります。例えばこんな感じのデータ、緯度経度の情報が入っていて、それはどこの駅かみたいなデータがあって、そこから適当なものを取り出すみたいなことがあります。ちょっともう少しちょっと数学の話らしくすると、こんな感じで空間に点が与えられてて、で一番下の点 P から最も近い点はどこかを求めるような問題があったりします。で、これは、これだけの問題であれば、それぞれの点からの距離を取ってあげて一番、距離順に並べてあげて一番小さいのを取り出せばいいと思うんですけど、これは一般的にこう、近傍の問い合わせ問題になっていて、こういう話をこう広げていきたいと思います。で、空間情報
扱ってると、どういう問題になってるかっていうと、そのまず空間に配置されている点がそのリストの表現になってるんですね。座標の表現になっている。で、あと現在地からの距離とかを求めることになるんで、つどつどこう起点が変わるんですね。で、それはちょっとインデックスがしにくかったりとかします。で、普段使ってるウェブアプリケーションで こんな問題あると思うんですね。自分のランクに近い人を10件取り出すとか、ランクっていうのはどういうものか分かんないですけど、自分に近い人を取り出す。で、これも似たような近傍を取り出す問題で、これは点の表現が、一要素のリストで、起点は一応変わってると。で、こんな感じでここから問題を解いていく話にしています。で、まずは簡単な問題を解こうと思うんですけど、自分のランクに近い10件はっていう。まず、自分のランクから10件取り出すっていうんで、大体当たりをつけて、上下10件を取り出すクエリを取る感じですね。これは見たまんま。で、取り出した、候補20件ぐらいから、自分のスコアと比較してあげて、近いものを並べ替えてあげて取り出す。自分のランクに近い人を取り出すっていうのは、こういう形で処理できるかなと思います。で、2次元以上の空間でもこのような探索に帰着できると思います。帰着させていきます。で、なんか飯手止めてしまった人すいません。食べてて OK です。で、ちょっとこう察しがいいと、緯度経度の情報を、例えば JSON でエンコードしてあげて、で、ハッシュかけてハッシュ関数に渡してあげて、スカラ取ってあげて、それでこう比較できないかとか考えてる人もいるかもしれないです。でも、こうするとちょっと単純にやると、緯度経度の情報がそのハッシュ関数単純にかけると1点だけの情報しかなくなっちゃって、その周辺がどうなってるのかっていうのがなくなっちゃう。なんか国際展示場駅の近くにはどこそこ駅があるとか、綾木駅があるとか、そういう情報がなくなっちゃう。なんで緯度経度を扱ってると、もう少し周りの情報も含むような形で、ランク付けしたいっていう動機があります。で、簡単な例を話していきます。ここから、ここにあるのは全部で3つ大きく、手法として挙げられるもので、上から順に簡単なものなんで、そこから紹介していければなと思います。で、これ、2×2 の空間でランク付けしようと思ったら、00って座標で、左上は01って座標で、右下は10って座標で、右上は11って座標で、で、ここからランク関数取ろうと思ったら、例えば00って座標は二進数で表せば00で、で、受信数で表せば0で、01って座標は01で、受信数で表せば1で、10であれば10の受信数で2、11は3になるわけですね。で、これで一応最終的にスカラが得られている、ランクが得られてますね。で、同じことの繰り返しですけど、座標を二進数表現とみなして、それをさらに受信数表現としてあげることでランク付けしました。で、10からランク1以内の座標はどこかって問い合わせをした場合は、10って点は、2になるんで、前後1ずつなんで、クエリとしては、1から3の間の座標はどこかって問い合わせになります。で、回答するのはここですね。で、この要領で、ランク関数、簡単な例が作れますね。 3×3 の場合も同様にしてって、座標を、三進数表現とみなしてあげて、それを受信数表現にさらに翻訳してあげると、
01234567 8っていう感じでランク付けられてる。まあ、n×n の空間でも一応 n 指数表記、 n 指数表記をすれば、まあ、同じことができると。ただ n 個も文字使うのめんどくさいからあまり現実的じゃない。でその他のランク関数の例として、まあ、そんなに煩わしくないやつで Z オーダリングみたいな手法もあります。で自然数を使えば、自然数のリストを作れれば、ランクが作れることが分かったんですけど、意図系統の場合はこんな感じで結構デカめの小数点なんですね、多くの場合で。これだとまんま今の手法使えないんで、意図系統をもう少し自然数に近い形にしようと思います。つまりイド系統をエンコードすることを考えます。で、イド系統のエンコードをする道具として、こういうものがあります。ジオヘックスっていう仕様であったりとか、ジオハッシュっていうものであったりとか、あと2日か3日ぐらい前に、結構広めに出てたオープンロケーションコードっていう Google が出したやつとか、そういうのがあります。で今日紹介するのはジオヘックスのバージョン3について話そうと思います。で、これは、笹田さんという方が、作ったもので、作った仕様で、MIT ライセンスで公開されていて、まあ、下記のサイトから見ます。ちょっと昔は、クリエイティブコモンズのライセンスだったんですけど、最近は MIT ライセンスになっていて、結構使いやすくなってきています。ちょっと元々の仕様は読み解くのは結構大変なんで、まあ、既にあるコードを使うのがいいなって感じがします。で、これパールの例なんですけど、ジオヘックスのバージョン3の XS モジュールがあるんで、これを使って、緯度と経度を加わせてあげて、そのレベル、そのどれだけの精度を求めてるか。を、まあ、レベルで表してるんですけど、それを加わせてあげて、まあ、こういうほぼ自然数な形の、エンコードした値が得られると。で、まあ、この頭の表記は、仕様だと30指数表記したもので、まあ、自然数に紐解けば、全部自然数になりますね。で、まあ1点の緯度経度を加わせてあげて、まあ、コードは得られましたけど、もう少しこう周りの情報はどうなってるかっていうと、例えばこう、まあ、0から10のレベルで加わせてあげてあげるとこんな形で出力できて、こんなで、その一つ拡大レベルを上げると1桁だけ増えるような仕様になってます。あです。で、まあ、近傍の情報も含まれていて、で現在地から最も近い駅はって取り出すときは、例えば駅がこう緯度経度のからを持ってて、さらにジオヘックスっていうカラムを用意してあげて、まあ、そこにインデックス貼ってあげて、まあ、10のレベルでのコードを加わせてあげて、まあ、これは精度ちょっと高すぎるんで見つからないと。で9のレベルにしてあげたらまだ見つかんない、8のレベルでも見つかんない、7もダメで、こう6のレベルでやっと見つかった、まあ、これさっき加わせた緯度経度は、ちょうどこのビッグサイトなんですけど、国際転調の専門が一番最寄りの駅だと。でもう少し精度を変えてあげると、テレコムセンターとか船の科学館とか出てくる。で一応現在地から最も近い駅は国際電子専門ですね。でもう少しこうジオヘックスのバージョン3を掘り下げると、そのこれはどういうものかというと、あのウェブメルカトル地図を正六角形で区分してあげて、その
そこに適当な裁判をすることによって得られた行動になっていて、で、まあ、ウェブメロメカトルっていうのはどういうのかっていうと、そのメルカトル地図っていうものをブラウザー上で表現するときに、まあ、XY 座標、ブラウザーのポジションの XY 座標に遮影してあげたものですね。で、まあ、こんな感じで XY 座標を変換したりとかするんですけど、この辺は闇の技術なんで放っておいて、まず地図全体、ウェブメロカトルの地図をこう、まあ、地図全体をこうやって正六角形に区分していくんですね。こうこんな感じかな、こうやって。もう一回これを一つのブロックとしてあげて、まあ、どんどん広げていく。で、どうやって裁判してるかっていうと、さっき使った技法で、その 3×3 の正六角形がどうやって裁判されるかというと、こういうふうに座標を取ってあげて、まあ、一番下は00で、左側は X 軸になっていて1020、右側は0102という感じですね。で、3指数表現を10指数表現と見なしてあげて、こんな感じになる。で、その精度拡大レベルを変える場合は、こうやって正六角形を新たに包む形で、定義してあげて、もう3倍のサイズの正六角形が1つ上のレベルになるような形で、裁判されています。はい、まあ、この辺が特徴ですが、だいたい終わりにしようかなって形ですね。もうまとめ、近傍の問い合わせが、典型的な一乗方形の、要件です。で、緯度経度のランク付けの手法は、進数の読み替えとか、あとは上ヘックスのような、ヘックス型に、区分してあげるような仕様があったりします。はい、というわけで、モバイルファクトリーは空間情報に意味のある、興味のあるエンジニア募集中です。以上です。Q&A は、一応セッション的にはある程になってる、もし質問のある方がいましたらお願いします。ありがとうございます。正六角形の、例えば端っことかに現在地が、辺上とかに現在地がある場合とかって、その実際の近傍とは別のなんか域が表示されるとかありそうだと思うんですけど、こういうところに、そうですね、そういうところにあって、3番目に、3番目のなんか反対側とかの域が、表示されるけど、実際には6番目のブロックのもっと近いところに、駅があったりとかっていう場合とかで、ないですかね。なんかそういうことってありますか、近傍を探す場合に。ないかどうかというよりは決めの問題で、何を近いとして見なすか でこの正六角形に入ってるのが近傍って見なしてるんで、ああ、そういう場合もう含まれてるんだったらそれは近いものとして取り出す。で、距離 を一応例えばこの点を得られた時に自分がここにいて、でここの距離を測ることができるんで、そこでより近いところを取り出すっていうのができる。ああ、なるほど。方法を取り出すのにこの正六角形は使いやすくて、実際に近い影響を探すときは距離計算してみたいな。最終的にもっと絞り込みたいという要件があった場合はそうなる。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。はい、ではちょっといらっしゃらないようなので、これで
今後終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。